ジェイコブトとオドリッチは、アメリカ合衆国入りのイシュークリントン軍ブリーズ、出身のプロ野球選手、ウトウミギウチ。MLB のヒューストンアストロズ所属。愛称はオド。メディアによっては、オドリジーと表記されることもある。高校3年時に14勝0敗、防御率0.10、89.2インニングで146奪三振。 六死球という驚異的な成績を残す。2008年の MLB ドラフト一巡滅追保で、ミルウォーキーブルワーズから指名され、プロ入り。2010年12月17日にザック、グレインキー、ユニエスキーベタンコートとの2対4のトレードで、アルシデス・エスコバー、ロレンゾ、ケイン、ジェレミー・ジェフレスと共にカンザスシティロイヤルズへ移籍した。2012年は、AA 級、 ノースウエストアーカンソーナチュラルズとトリプル A 級をマハ、ストームチーサーズで15勝5敗、防御率3.03を記録し、9月16日にメジャー昇格。9月23日のクリーブランドインディアンス戦でメジャーデビューを果たした。タンパベーレイズ時代2012年12月9日に、ジェームズ・シールズ、ウェイド・デイビス、後日発表選手のエリオット・ジョンソンとのトレードで、ウィル・マイヤーズ、 マイク・モンゴメリー、パトリック・レナードと共にタンパベイ・レイズ移籍した。2013年は先発登板4試合を含む7試合に、投げ、防御率3.94をマークしたが、メジャー初勝利はまたもやお預けとなった。2014年は年間通じて先発ローテーションに、固定され、大ブレークを果たす。31試合すべてに先発登板し、11勝13敗、防御率4.13。 174奪三振を記録した。特に奪三振は投球イニングを上回っており、シーズンでは2桁奪三振の先発登板が2度あった。2015年は前年に引き続き先発ローテーションに入り、28試合に先発登板した。同年は9勝に終わり、惜しくも2年連続2桁勝利はならなかったが、防御率3.35。 ホイップ1.15という成績は前年から改善され、投球内容自体は上向きとなった。2016年は自己最多の33試合に先発登板。防御率3.692年ぶりの2桁勝利となる10勝6敗を記録。投球イニング187.1も自己記録更新だったが、基本類が29も自己記録だった。 2017年開幕前の3月5日に辞退したソニー・イーグレーの代替選手として指名投手枠での第4回 WBC のアメリカ合衆国代表に選出された。同年は28試合先発で2年連続となる10勝を挙げたが防御率は4.14と低下した。2018年2月17日にジャーメイン・パラシオスとのトレードでミネソタツインズへ移籍した。 2019年は自己最高の15勝を挙げ、キャリア初のポストシーズン先発登板も果たした。当シーズンで MLS6 年に達し、10月31日に FA となったが、球団からのクオリファイングオファーを受諾し、11月14日に規定額で1年契約延長した。2020年オフの10月28日に FA となった。 2021年3月8日にヒューストンアストローズと2年、総額1100万ドルの契約を結んだ。2023年は、プレイヤーオプションとなり、バイアウトの際は325万ドルが支払われる。90から94マイルパーアワーのフォーシームに、加えて、ツーシーム、スライダー、カーブ、チェンジアップを持ち玉にしている。変化球ではカーブが最も良質で、 スライダーは発展途上である。極端なフライボールピッチャーであり、被弾の多さが懸念される。かつてのトレード相手である、ザック・グレイン・キーに体格がよく似ているが、それほどの力はなく、将来は、先発3番手クラスと見られている。ありがとうございます。